ダイソーのカットファーで作るネックウォーマーの作り方です。このようにホックが内側についていて、ここから回路を貼り付けて使うことができます。カットせずに作るので簡単にできます。ファーが4層になっているのでとても暖かいネックウォーマーです。材料はこちらです。ダイソーで買った 50×55cm のファー1枚と樹脂ホックです。ダイソーのファーは横に伸びる方向に 55cm のものと、伸びない方向に 55cm のものがあります。どちらでもできますが、もし複数お持ちでしたら横に伸びる方向に 55cm のものを使います。その方が首周りにフィットしやすくなります。同じところで買ったファーですが、このように長さが少し違います。こちらは 55cm ちょうどで、こちらは 58cm くらいありました。少し出来上がりに差ができますが、ホックをつける前に首に当ててホックの位置で調整してみてください。市販のファーをカットする場合は薄手のもので、横伸び方向に横 58cm、縦に 50cm のものを使います。横幅が 55cm になるように置いて半分に折ります。真ん中あたりに 10cm 返し口の印をつけます。このように周りをクリップで留めて、真ん中 10cm を開けて 1cm の縫い代で縫います。縫うときは少し大きめの目で縫います。私は 3mm ぐらいにしています。返し口から表に返します。返し口を内側に 1cm 折り込んで、端ミシンで縫い閉じます。綺麗に仕上げたいときは手縫いでコの字型に縫っていきます。今回は早く仕上げたいので折ってミシンをかけます。縫ったところはこんな感じで、あんまりミシンでも目立ちません。半分に折って、端から15センチのところを2センチくらい縫い留めます。この間に回路を入れます。端から15センチのところにクリップを留めます。ここは多少ずれても構わないので、だいたい15センチぐらいのところを縦に2センチ返し縫いをして縫います。このように留めたいのでホックをつけます。2枚まだこのようにバラバラなので、上側とこちらは内側にこのように留められるようにホックをつけます。上1枚だけにホックをつけます。だいたい角から 1.5 センチぐらいのところに穴を開けます。これも大体で大丈夫です。ファーで見えにくいので反対からも、反対側はこのように留めたいので下の方につけます。また同じくだいたい 1.5 ぐらいのところに穴を開けて通します。今度はこちらの平らの方が上になって、留める方が下になります。このよう
に留めるようにつけました。上が開いている方です。次にこの2枚を縫い合わせます。角を3センチずつぐらい手縫いで縫い閉じると綺麗に仕上がります。今回はちょっと早く仕上げたいので角を斜めに縫います。ホックのついている側から縫います。2枚を重ねてこの横のところを斜めに1センチぐらい縫い閉じます。反対側も同じように、端の方がこのように少し内側に入ってしまっている場合は目打ちなのでこのようにほぐしてあげるときれいにふんわりとします。はじめに縫ったミシン目や最後角を縫ったミシンのところも目打ちでほぐしておくとほとんどわからなくなります。ここから針回路を入れて出来上がりです。